ゆうのさややさんこんんこにちはさん日本の森林率ランキングがありましたよ。一番森林が多い都道府県は高知県で84%だそうです。2位が岐阜県の81%で、3位が長野県で79%だそうです。逆に一番森林率が低いのは千葉県だそうです。意外な気がしますね。でも日本は森林は多いみたいですよ。 ベルギーも森林率は高いですかまあ、森林というよりもまあ、結構緑が多いと思いますね。ちなみに千葉県はこれ都市伝説なんですけど荒川利根川によって離れてるって噂ありますね。千葉県だけねこうやってねうんこれ荒川ですよでこっち利根川ですね。なので本当は日本から離れてるんじゃないかっていうね噂があります。 はい。都市伝説ですね。うん。かぶさん、今日の夜は昨日見えなかった満月が見えましたよ。もうすでにほんの少しまん丸ではなくなっていましたけど、よかったです。月といえば水分ですけど、眠ったままで応答がない,みたいですよ。今後も通信は難しいぞですえ。宇宙は難しいですけど、頑張ってほしいですね。そう思いますね。まあ、今後、10年後、 50年後、100年後、確実に、えー、変わ、あの、未来が変わってると思いますよ。はい。えー、月に橋がかってるかもしれませんね。うん。はい。あ、これフィギュアの話ですね。確かに。うん。えー、後で話します。はい。あ、藤原真子さんどうもです。髪の毛の話ですね。<laughs> はい。まだまだ東京は暑いんで、 今年は5月からずっと暑いです。確かに。うん。えー、カブ君見てちょっと爽やかに投げました。ですね。はい。ありがとう、ありがとうございます。確かに今年はもう僕が日本にいた時からずっと暑くてびっくりしましたね。うん。はい。えー、レモンミカンさんどうもです。反捕鯨団体シェイ・シェパードの船長ポール・ワトソンさんが逮捕され、 デンマークに交流されていますが、日本へ身柄を引き渡すように要求しています。そのことで、アメリカやイギリスやフランスなど、あちこちの国の俳優、監督、著名人たちが日本への引き渡し反対を、キャンペーンを大々的にやり始めています、えー。以前から彼らはシエシェパードへの資金提供もしてきたようです。えー、日本は、 技術は100年先まで行っても法律は100年遅れの国だとか、えー、海外は力を込めて大きな声を騒ぎますね。えー、血圧が高くなって進体に危険ですね。何を焦っているのかしら ?NHK は国営放送です、えー。尖閣諸島は一度たりとも中国の領土,だ領土だったことはない。日本の固有領土だと従って領土問題は存在しない。 と日本政府も言ってるみたいですが、えー、国営放送がこのざまくれ、えー、NHK、えっと <laughs> ね、NH とかって言われちゃってるんですね。いたしかたない。<laughs> なね、民放 TBS においては韓国へ行き、韓国の番組を取り入れて放送でもするのかとよく知りませんが、韓国の放送局にわざわざお,お,お,お伺いを。 縦に行ったたと聞きました私は別に韓国のテレビ番組を見たくはないから興味ないけれど、日本国内にいる反日は誹謗中傷の出所サイバー空間、SNS などで海外の反日も明るみに出てきてヒステリックなカオスとなっている感じみたいですね。はい、ということみたいです。ん、シー・シェパードの。 船長が逮捕されてるんですね。はい。ということみたいですけど、まあ、それよりもアイルランドのイルカ漁を辞めさせてほしいですね。はい。何度も言いますけど、アイルランドで何千匹もイルカを殺す伝統文化、これから、あの、ああの秋、冬かな、ありますからね。はい。そっちを注目してほしいですね。うん。そして、反日と日本への嫌がらせがアイデンティティの韓国ですが、ここに来て、 韓国の新聞メディアが記事にしたったそうです。日本の福島処理水と地獄の汚染水を垂れ流した真実、そして韓国国民のプライドを、光栄の奇跡の真実を、韓国国民はショック、でも今までにないくらいの半日祭りでやってるみたいです。日本にとってはまとわりつくゴミととっくに終を済ましたということらしいですね。はい。光栄の奇跡の真実ってのあるんですね。 はい、ということみたいですね。韓国かな韓国うん。はい。まあ、韓国とはね、ちょっと、いろいろよくやっていかなきゃいけない気はするんですけどね、そういう風になりませんね。にプヒ、なんとか、なんとか。はい、なんだこれは、扶養関東なんとかですね。<laughs> 読みませんね。ああ、はい、ということらしいですね。うん。 はい、坂場さん、おはようございます。えー、よう様から地震にお見舞いをいただき、ありがとうございました。えー、19日の5時、あとね、0時50分頃の地震ですが、えー、水戸は震度2でしたんで、全く揺れに気づかなくて、翌日目が覚めたら、携帯に地震情報が入ったんで、えー、気づいたら、えー、びっくりあ、気づいたぐらいでした。北茨城県で、震度5速だったんで、びっくりしました。やたらと各地で、結構大きい地震が多発してるんで、心配になります。 王様の北海道も地震が多いので十分に気をつけてください。ありがとうございました。これは19日ですね。19日はい。あ19日ですね。これ一昨日の話ですかね。うん。はい。かぶくんおはようございます。坂場です。靖国神社鳥居の落書きニュースを見ましたがショックです。度重なる悪質な行為に起こりますよ。落書きって。 消せる程度なので,でしょうか。画像を見た限り、来られたようなのかと思いました。確かに。僕もそう思いましたね。え入国禁止にしてほしい。何か出立てはないのだと思います。うん。監視カメラは元より、センサーで警報が鳴るとか、鹿を蹴ったり、民度が低すぎますよね。まあでも神社とかって、そもそもそういうことをするっていう人いないせ想定ですし、あの、街が当たるっていう風に言われてますんで、 あのー、なんかこう、センサーとかで、警報が鳴ってするようなシステムをやんなきゃいけないっていうのは、ちょっと本当残念ですよね。本当に、あのー、そう思いますよ、僕は。うん。いやどうなっていくんでしょうかね。本当に、何か対策はしなきゃいけないとは思いますよ。最近、特にこういうのは、悪目立ちしすぎ、悪目立ちしすぎてますね。ちょっと。はい。 ようさんファーコンです。北海道は平えだよ。今朝は17度まで下がって掛け布団を引っ張り出しました。日中は30度くらいまで上がりますが、秋方はガクンと下がります。ただ寝やすくなって熟睡しています。寒暖差、これが作物には大事です。北海道からどんどん美味しい食べ物が全国に行きますよ。そしていち早く紅葉が季節の変わり、移り変わりは早い。秋に突入した北海道でした。 え赤とんぼたくさん飛んでます。背骨全くベルギーと同じですね。こちらも昨日からトップ暴風が吹いてですね、えー、寒気がやってきてるんですよ。しかも秋の寒気、晩秋寒気がやってきてるんで。ただ、まだ昨日は日中上がりますからね。はい、世界はつながってる気がしますね。うん。はい、えっ、ー、と、空ねさんおはようございます。今朝は曇っています。 本日8月21日は献血の日です。え、1960年のこの日に、それまでの売血制度を廃止して、すべての献血用血液、あ、違う、輸血用血液によって確保することが隔離決定されたことに制定し、記念し、制定されました。えっと、僕は献血はしたことはあるかなベルギーではまずない,ないですね。 はい以前に血液型の話題が上がったときに、かぶさんは大型であることをおっしゃっていましたが、大型の献血は基本血液は基本的にすべての血液型の方に対して輸血が可能となっています。ただし、日本においては、万全を期して同じ血液型同士で輸血することが多いそうです。うん それともう一つ質問になりますが、日本人は A 型の方が多いとされていますが、プルギー人は4つの血液型の比率はどうなっておりますかと。えっとね、日本みたいに血液型の話しないんで、あの、何、誰がどんぐらい多いかってわかんないんですが、一応統計的には A 型が多いらしいです。はい。というふうにされてますね。うん。ちなみに、輸血に、献血については、 する人が少ないです、こっち。あのー、非常にこう、結構、なんて言うんですかね。非常にこう、まあ、やっぱこう、HIV とかはね、怖がる人多いですね。うん。こあんま献血をしましょうとかってもあんま聞かないですね、こっちは。うん。日本だと、大学のなんか、 敷、ね、地内とかで検血し,しましょうとかっていうのは平気で結構あるんですがこっちはそうはないと思,思いますおそらくはいうん本来は血を上げるって結構勇気があることらしいんであのー、多分はいということですねはいありがとうございましたうん